え僕はですねあのー、実はそのかなりの低評価。 でありりますっって評価というか、まあ、はっきり言ってねもうねストーリーはね行き当たりばったり本当にあのー、どこを挟み入れてもいいぐらい前後関係がつながってない逆や多分ね伏線となんかあのもっと精密な構成やったのがダメになっちゃった感じがするんだけどねあの初めからはちゃめちゃな脚本書くんではなくてあんなに行き当たりばったりになるっていうことはすごい複雑なシナリオを上げてったところ現場 でそんなもん取れないよっていうふうなことになっていってブツブツ切れたからそれでこうつがらなくなったような感じが出ないともう登場人物の感情がわからないであとねそのただだからといってシナリオにも問題があるなんでかというとキャラが書き分けられてないからでおまけにもうほとんど人間が顔が薄い汚れててみんな同じ制服着てるじゃんこれ誰が誰だったかって1回目見てもよくわかんないんだよね <laughs> であので 肝心の巨人はもう白塗り、あのー、裸芸人みたいな感じで白塗りの大きいのが出てくると。で原作が持ってるあのプロポーションの変な感じっていうのをその人間にいろいろ着ぐるみ着せたり特殊メイクしてるたりするんだけども恐ろしいもんで絵と実写って違うじゃん絵はほんのちょっと人人間間ででなななくくっったら人間でなくなっちゃうんだよねところが実写っていうのは人間をちょっとぐらい変えても人間に見えてしまう。人人間が人として だからなんかこう巨人がわさ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 来るシーンっていうのは何だろうな仮面の忍者赤影的なあのー、もう本当にねグリーンバックとかそういうのじゃなくてスクリーンプロセスっぽい嘘感が激しかったんでねごめんこんな古い専門用語を <laughs> 使ってしまってでまあ白塗りの巨人がまあまあまあこう出てくるのがいいはいいんだけどもなんかねあの手前にある人物とのなんだろうな色味はバッチリ合ってんの。 色味はバッチリ合ってるもんだからリリアリティとしては巨人が大きく見えなないんだよね。なんか巨人が人間サイズに見えて人間サイズのものを大きく見せてるなという感じがすごくしてしまったでまあその意味もあって特撮はね本当に時計監督にはもう頑張ってて予算もス,、あのー、スケジュールもないと言ってる時計監督には本当に申し訳ないんだけど下手くそだったよ。本当樋口真嗣の方が100倍上手い。あのね 冒頭にね、ものすごいいでっかい壁が見えるんだけど、ね、巨人あの。世界を閉じ込めてる壁が見えるんだけどもその壁を煽りで見,える見る時の壁がもう100%ミニチュアなのもうそれがさミニチュア感があまりに激しくてちょっと悲しくなっちゃったあそこら辺はねそのもっと予算が少ないあのガメラ空中決戦の時の樋口特撮の方がうまかったのが、まあ、そこら辺不思議だよね。 もう見見てててるる人間が予告編見てる最中から、みんなな不安になってたよね、えーと。僕らはもうスパイダーマンを経験してしまってるわけじゃん。で、えー、立体軌道を見せたらどうなるのかって言ったらもうあの花から肉体的な訓練をやってないであろうモデルさんのヒロインとあとイケメン俳優のお兄ちゃんが主役でワイヤーワークで戦ってるシーンって言うだけでさそんなに期待できるはずがないじゃん <laughs> 言ってしまったら <laughs> 言えば本当よ言えばこれ本当はカンフーハッスル取るから。 あの登場人物は役者は全部役者じゃなくてあのなんだろうなカンフーの達人にしますぐらいの大英断しないと多分言ってしまえばシルク・ドソレイユの何倍も高度なものをいかに特撮で見せるのかで、おまけにこれはね日本映画特有のね何だろうな縛りっていうのがあってさ あの俳優さんをよく見せななきゃいけないけと。例えばその立体軌道でバーッと飛んでる時に俳優さんの顔の表情であの巨人を倒した後に,にやりと笑うとかさそういうシーンをそういうカットをどうしても入れなきゃいけないじゃんそうなるとってる飛んでる最初に人間見せななきゃいけないけんだよね。で、アニメではその巨人と人間とか同じセル画で描かれてるわけなんだけどもそれが複雑に動いてたら目が何を見てるのかわからないという錯覚を起こしてそれがその アニメ版のその立体軌道のさ凄さっていうのをやってたんだけども、ところが特撮であのー、空中軌道をやっちゃうと立体軌道をやっちゃうとどうなるのかっていうとその目の照準がさあっちゃうんだよね。どうやっても巨大な 巨人とかさ背景の世界というのがあのアニメみたいにすべてが平べったく同じ焦点距離じゃなくてさこれあの実写の場合は焦点距離が複雑なもんだからピントが手前から奥までいろいろバラバラあるもんだからさ見てる人間が今何を見てるのか割と早めに判断ついちゃうんだよねでそうなると落ち着いて吊られてる人間が見えちゃうから、ね、で結果紐で吊られてわーって感じで飛んでいる <laughs> ヒロインのお姉さんとか <laughs> ひゃーっていう感じで飛んでいる主人公の兄ちゃんっていうのが吊られてる感 がすごい分かかっっっててしまってあああななんかこれあのダメだなと思ったでまあ、これねあのこんな風なダメ出しの仕方してたらじゃあ,、まあ徳井監督が言うようにハリウッド的に撮るしかねえのかよとかハリウッド的なじゃあもうハリウッドみたいな技術とか予算とか出すよって話になるんだけどもせっかくさあの伊早山原作者が原作者の伊佐山さん漫画家がもうあの原作と変えていいですって言ったわけだよね。で原作をもう見た人分かると思うけど思いっきり変えてるんでよ本当に思いっきり変えてるんで思いっきり変えてるんで。 思い切り変えたんだからさ立体軌道やめりゃいいだだけななんだよねなんで立体軌道やらなきゃいけないのかってあれはね一番最初のスタッフ組っってあたた時にに見せ場立体軌道にした大失敗だと思うなだって原作ではさ馬車の世界だよ馬の世界だよ機械とかがほとんど出てこない世界だから巨人の後ろを爆撃するとかさなんかいわゆる本当に普通に考えたらさナイフに爆薬つけて巨人のあっ首の後ろにグサッと刺してその後逃げりゃいいわけだし、まあ、もっと離れたところでなんだろう弾薬付きのライフルで。 あの対戦車中で狙ってもいいわけじゃん。でそんなものが今回の映画はありそうな世界なんだなぜディーゼルエンジンあるし自動車走ってるしさ。<laughs> えって思ったよ冒頭からさんだろうな <laughs> あのー、築地にありそうなタレット紙なかウィーンって走っててさちょっと待てちょっと待てちょっと待てって思ったんだけどさ技術レベルがバラバラなのね。なのでうん映画化するんだったらうーんあの空中立体軌道っていう本当にアニメで表現するにはあんなに向いてるものがないんだスタイリッシュでで背景動画ってアニメーション得意の技法を山ほど使って見てる人間の目を幻惑できるしあとエレメント いわゆる人物とか背景とか飛んでいくものとかの要素を重ねれば重ねるほど絵としても深みますんだけどさ実写の映像ってそうやって重ねれば重ねるほど嘘っぽい絵になっていくわけだよねいわゆるトランスフォーマー映画版みたいな絵になってくるから,だから空中立体軌道をやめて地上戦にすればもう本当にいろんな人が書いてる通り平成のサンダー対ガイラっていうのかないわゆる大怪獣映画としての復活できたと思うんだけどもそこに下手に空中軌道入れちゃったもんだからやっぱワイヤーはやめた方が良かったなと思う。で で、最後はね、役者ね。役、あ、者、のー、さっきも話した通り日本映画の限界っていうのは役者に脚本を見せてそれでなんだろうな、まあ、ハリウッド映画もそうなんだろうけどもさハリウッド映画の役者さんが考える自分の見せ場っていうのはどれぐらいいい役なのかとかどれぐらい役の中で重きを置いてるのかストーリーポイントに影響があるのかってハリソン・ウォードとかってよくそういうね難癖をつけたりするんでね自分がゲスト出演する場合とかでも。で日本の役者さんはそうじゃなくて大体役者から映画俳優になった人。 よりモデルから映画俳優になった人のの方が多いんだよねあの俳優さんで日本の俳優さんって言って,てももともとがモデルさん上がりの人が多いからさどうやってもどう見えるのかっていうのをシナリオから見ちゃうんだでシナリオの中に絵的な見せ場があるのかということを優先しちゃうので今日あの見た「進撃の巨人」でもですねエレンがなんかあのジャンと喧嘩するシーンでも急に逆光になって技を決めるシーンがあったりねあと桐島さんっていうまああの原作で言えばリヴァイ兵長に当たるような人がやっぱ出てくる時にかっこよくなんか剣を出してしん しまうところがなぜか逆光だったりなんかね何かというと逆光で俳優さんのかっこいいとこを見せようとしててあのー、もうね俳優さんを接待してる感が半端ないのねでなんで俺たち観客を接待してくれないのかってなんでその俳優さんとかさスポンサー筋とかそういうような人らをいい気持ちにさせるんだよっていうようなイライラがね結構あってまあセンス古すぎてはあったけどまあ見せ方はね本当にセンス古かった。 暗殺教室あこれだけ言っとく「暗殺教室見ちゃダメだよ」<laughs> 本当にひどいよ久しぶりにひどい映画見たんだけども <laughs> ここまでダメな映画珍しいわ面白くないというんじゃなくてダメ見ちゃダメっていうことって言わないんだけどさ暗殺教室見ちゃダメだわ。でも褒める部分はあるよ褒める部分はいっぱいある例えば美術美術すごいあと演技 出てるね、俳優さんがまあジャニーズ系の若い人中心でなかなか中学生には見えないという欠点はあるんだけどもでも演技みんないいあと撮影もいい何がダメかっていったら監督とプロデューサーと脚本この3人が本当にダメ一番ダメなのはそらくプロデューサーでプロデューサーの意を受けてシナリオを書いたやつかなその次が監督は被害者いや加害者だなななんだけども。 まあ、この3人が悪かったらです、ね、映画の良くなりようがないので,です、ね、本当に頑張ったスタッフや頑張った特に俳優さんにはお気の毒なんですけどもいやーなかなかひどいの見たよ。徐、う、々、ん、ジョジョを見てきたんだけどマジでひどいからやめた方がいいよ。「メアリーと魔女の花は」はカルピスを薄めすぎてよくないって話しただからカルピスなんだよ。 売ってるものだし、あとこれぐらいの薄い味の人が、味の方が好きっていう人もいるし、現に俺の隣にいた小学生の女の子二人は、ちゃんと途中で怖い怖いって言って、で、最後なんかすごい喜んで泣いてたりしたから、子供には、あの、美味しいというか、面白いだから、これ薄めすぎっていうのは俺のような、もうおじさんのオタクだから出てくる文句かもわかんないんだよ。でも、ジョジョはね、 あれ、誰が面白いのかマジで教えてほしいんだろ映画になってないんだよ。唯一面白いのが、あの、あの服をマジで作ったというとこで、空城城太郎が出てくるんだけど、空城城太郎がね、白の学ランみたいなやつ着てるじゃん。<laughs> 第4部で。その空城城太郎が着てる白の学ランみたいなやつ着て出てくるのが、もうとりあえず登場人物が全部中年がね、学生服着てる面白さ、ちょっとしたコント番組なんだよ。で、白の学ランの布の質っていうのかな。 やたら分厚いなんでねあのフェルトみたいな生地で、ね、作ったのかわかんないんだけどもあそこら辺が面白かったあとねあの森王朝というのを再現するためにスペインでロケしたというんだけどスペインのロケはね面白かったよもう本当に日本ではない日本で、ね、あんまりね坂に商店街ってないじゃん日本で商店街っていうのは平地で坂っていうのは住宅街っていうふうになっててまあ坂道で商店街っていうのは温泉街ぐらいしかないんだけどもさスペインとかヨーロッパの街ってもともと 街の周りを壁で覆っててその壁がどんどん外側に行ったからさ坂道に街って平気であるんだよねで今回のその森雄をスペインでロケしたから坂がね街の中に結構あってねかっこいいんだよででそこに日本語の看板バン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 やってて落書きとかも日本語で書いてあるからこれすげえなと思ったらよくよく見たらねあの道路標識っていうのかなあのほらポールが立っててここに丸いのがあってここに時速30キロとかそういうのあるじゃん。 これも全部オリジナルで作ってんだけどさ、多分小道具さんが下手だったんだろうけども、30キロとか時速10キロという数字の中心が全部ずれてんだよね。<laughs> だからおお、おい、小道具さんセンターずれてるよってだからずっと気になって、森王朝、こういうとこ雑だよなっていう。そこだけだな、面白かったの。だから開幕5分はすっげえ笑えるんだけども、それ以外も本当にね、退屈で退屈で。 もうつらかったで荒木博彦が褒めるのはわかるあそこまで自分の世界観を出してくれたらお話とか気にならなかったら楽しいんじゃねえのかなだからもう誰が面白いのって荒木博彦は面白いだろうけども荒木博彦以外は無理だと思うでそれに比べてこの下の句下の句がね松岡真優 っていう役者さんが出てるまあうーん「あまちゃん」にも出た子だよねでその子だけが演技抜群にうまいんだよ。でこの子がかるたの女王をやってるんだけどもこの子がかるたを取る時の目線から取り損ねた時の目線から相手を見下す時のやつとかさっきの真田丸の目線の演技って言ったんだけども喋らなくてもうまいんだよね。で他の 人たちっていうのは、まあ、と、もうとにかく最近のイケメン俳優の兄ちゃんなんか、もう全部そうなんだけども、いかにかっこいいセリフをかっこいいシーンで言うのかが演技だと思ってんだけども、松岡はま、わかってるから、何も言わないときが演技だってわかってるからさ、目の動きだけで本当に感情を伝えると。もこいつだけが演技がうまくて、で、残りがまあ、さっきも言ったように下手なやつが集まってるわけじゃん。で、もうね、言っちゃったらね、終わった話をね、まだ繰り返してんだよ。えー、つまり、上の句の方で、 カルタだけがものすごく好きな女の子がいて、それに釣られて周りの人間もなんかカルタが好きになり、同時に主人公の良さも際立つっていう、まあ、そういう青春ドラマをやっちゃったもんだからさ、もう後半はいかに強いライバル校と戦うかしかないんだよ。なので、大して盛り上がりもせず、終わっちゃったというふうなことで、俺はあの、2.8だよね。で、まあまあ、これが俺、連休中の最低だったよね。 でテラフォーマーマズはね、絶対2.5だだと思ってたんだよ、行く前はもう前評判も聞いててもう最近すごいよねその映画がダメかどうかっていうのは「進撃の巨人」より上か下かという言い方するようになってんだけども <laughs> まあ俺もまあそんなもんだと思って行ったら「テラフォーマーズ」ってそんんななにひどくないんだよ。そこが悲しいんだよ。もっとひどきにはんか言えたんだだよ。ただ単にアイドル映画なんだよ。 で、もう出てる山田隆之と菊池凛子だけがうまいんだよ。<laughs> そこはチハイフルとの違いだよ。チハイフルは松岡優だけがうまいんだけど、テラフォーマー、運がいいことにうまいやつが二人もいたんだよ。<laughs> で、ただ単にアイドル映画で、で、なんか、あの、昆虫の遺伝子を入れられた主人公たちが、 より進化するって言うんだけど、進化するっていうのは化粧が濃くなるだけなんだよな。<laughs> <laughs> まあ化粧が濃くなって、なと取って付けたような CG っていうので動きやるんだけどさ、もう同時公開がさ、なんだろう、バットマン対スーパーマンとかさ、あと、キャプテンアメリカのシビルウォーなわけじゃん。なので、そんなもんね、それは作ってる人は、 そういうふうに比べるなと予算も違うんだって言うかも分かんないんだけども比べるなって言っても同じ金取ってんだからさ <laughs> 比べられるの仕方がねえじゃんだってラーメン屋だって開いててこっちは本格的にスープから作ってラーメン屋です1杯800円ですでこっちはうちはインスタントラーメンですインスタントラーメンで普通にお湯を沸かして入れてるだけですでも800円ですって言ってたらそれは何か。 いやあ、っちとは違いますよ。あっちはもう、大手が後ろについてるから、出汁とかこだるんで、うちはちっちゃいですからねって言ってても、同じ800円取ってんだからさ、同じラーメン屋として比べられるじゃん。そんな理屈は通用しないよ。ハリウッドと比べるなっていうのは、時々言う人いるけどさ。なんで、テラフォーマーズは思ったほどひどくなかった。もう本当に、あの、さっき言ったチハヤフルの下の句よりちょいマシなぐらいだったっていうのが意外でありましたね。 東京あいや俺あのあれあれさなんでこんなことになっちゃったのと思って「東京タライバ娘」って漫画の方がものすごく面白いじゃんホラー映画ですけどねあれー漫画、ホラー漫画として面白いじゃんタラとレバー出てきてそれをまあんかタラとレバーの声優をそれぞれあーちゃんにやらせたりとかあとサバンナ高橋やらせたりっていう売れてる感は持ってくるんだけども。 あれは、うん CG じゃねえだろとあれやるんだったらパペットだろとかそういう手のツッコミから入ってごく当たり前の主人公が30歳で3年後33歳になったら何の危機感もないよと原作の中に出てくるこのなんで女の人はこんなことを考えたり行動したりするのかっていうのは33の女の人が7年後の40になる時の恐怖と戦いながらだからこそこのホラーは成立してるのグも。 微妙、ね、なんであんなことしなっちゃうのかな。そうですね。あれ多分僕はまあ、うん、あの一話しかちょっと見てないんですけど、うん、アリーマイラブやろうとしたんだと思うんですよね。うん、あ、はい、は,いは,いはいはい。だからその海外ドラマのいいところ、美味、うん、いしいところっていうのをまあうまいことやろうっていうのはあるんじゃないかとは思うんですけどね。うんうん、あ、うん、そうか。俺あのなんかやっぱり、うん。 まず、ドラマやるる。って、役者優先で決め結局誰を抑えてるのかで決めるからまずあの場合だったら吉シが抑えてたとで次にあのんかがたいのいい兄ちゃんあれも抑えれたとでこれで何のドラマするんだって言った時に「ああじゃあこれいいじゃん」と「東京ドラマ娘じゃあこれだったらはめてみよう」って言って大島優子のキャスティングあたりが後で決まってきてもうそろそろキャラに似てるからって。 で決めてきこれでやりましょうというふうな感じで決められたからうん、うん、相変わらずあ,あくまでキャスト、うん、役者に力があるっていうような決め方じゃないのかなとーでねあの昔ね BS 漫画やっていうのをやってたわけじゃはいはい、はい、大好きでしたよ。 いいゲストもいるの大月健治とか山田五郎とかでですよね。最高したそれに比べてダメなゲストもいっぱいいたのああぼちぼち見かけましたねで何年目かの打ち上げの時にもう石川純が怒ってんでゲストなんか呼ぶんだと毎回毎回芸能人とかねんかタレントとか呼ばなくていいよとあいつらの時間がもったいないというふうに石川純が怒った時に その時に、「「いやあ」って NHK が「いやもっとゲスト頑張ります」とかって頭をかくんだけどもある時 NHK のプロデューサーがやめてというかさ、飛ばされたの。それはもう当たり前で NHK って2年か3年で部署移動になるから、うん、同じ番組ずっとできない。でそれでその飛ばされたプロデューサーが帰ってきた時に本音話してくれてなんで,でかっていうと BS マガ家ってもう本当に生放送で。 出てる人が好き勝手に喋るからプロデューサーとしては自分の番組って意識が持てないと。ディレクターもそうだと。皆さん勝手にやって自由にやってらっしゃる。だからこそ番組だと分かってながら俺の爪痕をみんな残したいと。 そうなってるの俺の爪痕はどの漫画をするのかっていうことと誰をゲストに呼ぶのかこの2つしかない。しかし、このどの漫画をするのかすら石川潤も俺がそれ石川淳も俺それ嫌って言ったり夏目富さんすけが俺疲れてるからそれ読めないって言われるともう弾かれるからもうディレクターのアイデンティティはゲスト誰かしかないと。 原作者も入れない。はいないね、キャスティング次第で全て決まるからだと。うん、だから、やっぱり、うん、あの原作乗っ取りになっちゃうのかな。そうですね。原作乗っ取り説になっちゃうのかない。いや、そうですね。まあ、詳しいことはわかんないですけど、うん、ただ、本当に、あの作品の良さは。詳しいことはわかんないって言っても。<laughs> はい。 ちゃんは、どう考えてるのいやだからもう来てもらしかなすけど。まともな漫画家だったらさ腹の底から悔しいと思いながらでも漫画が売れるからいいかでも腹の底から悔しいって考えてるはずじゃん僕からは言えませんが僕からは言えませんがあの人は素晴らしい漫画家だし素晴らしい漫画を描いたのにっていうのはやっぱあると思いますよただ大人の判断として頑張っている部分もあると思うんで俺はもうアッコの味方をずっとしていこうとアッコを応援していこうと思います <laughs> だ俺は会ったことないから <laughs>、はい、アッコの味方するきは簡単で、はい、アッコかわいそうにあんなドラマ作られたって <laughs> <laughs> 言えるわけじゃんでも,でもそれのおかげで1巻から7巻までが本屋にバーンと平積みになってるわけでしょ。で ドラマ見た人の100人に1人しか漫画読まないけども、うん、漫画読んだ人はあの話の中の恐ろしさ、うん、面白さの本当の領域に気が付いてきてドラマきっかけで入ったけどって言って見てくれるし、うんうんうんね、でも何であんなことになっちゃうんだって。 シーンが変わって例えば外歩くシーンとかだったらさ必ず広角レンズそれも魚眼っぽい広角レンズを地面に置いてさっそうと街を歩くシーン入れるのあの瞬間にいつもあまた血の支出が下がったと思って<ー>このシーンやったら必ず雰囲気、うん、絵面が変わると思ってるお前らの <laughs> 頭ってど,どこについてるのと <laughs> こ,こ,これ帽子を乗せるとかヘッドフォン乗せるためのデバイスにすぎなくちゃう<ー>もっと考えろよ、うん、だって漫画でそんなシーンさ、うん 入れてないんだよ。入れてないってことはまず漫画を丁寧に映像化する上でその間間に何か入れるんだともかくんかねドラマのダメなドラマのパロディになっちゃってる。だん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 なんかね再現映像っぽくなってるねドラマ部分が。再現。ね。まさにそれですね。だから漫画は難しくて読めない人のための翻訳ツールとしてこの2番目の説ね。 見ていまいちだったのはいまいちだったんですけどね漫画をね実写化するっていうのは、まあ、昔からですねあの路線があってですねまあ作者自身もいやもうあの映像は映像映画は映画だから好きなようにしてください原作をそのまま守らなくてもいいですよというふうに積極的に言うようになっちゃった。 で結果例えば「宇宙戦艦ヤマト」の実写版もそうですしこの間の「進撃の巨人」もそうなんですけどスタッフが「いや原作をそんな守らなくてもいいんだじゃあ2時間の映画でできるようにやってみよう」というふうにあえて外すようになっちゃったんですよ。であえて外すようになってからのですね作品は僕は思うに基本的に外れが多いんですね。あのつまりこの 昔のですねアイドルのデビュー作にしかならなかった時代のやつはもうダメだし90年代の本気コスプレがちょっと可能性があったとでハリウッドでですねいわゆるアメリカンコミックの実写化というのはこれに近いですよね。いわゆるマーベルの「ですねアベンジャーズ」シリーズ「キャプテンアメリカ」とかもそうなんですけども全て本気コスプレなんですよね。あのの漫画の世界を本気で映像化ししししようとしててて例えば SFX ににももキャスティングにしても で衣装にしてもできるだけ信じれるようなリアリティのところに持って行って本気コスプレ大会をして原作でかっこいいシーンはスパイダーマンなんかもそうなんですけど全く原作の絵と同じような構図でやろうとするんですけどもところが日本はこれを早い段階で通り過ぎてしまってもう。 かあえてて外すの方に行っっしまっただから実写版のガッチャマンも実写版のデビルマンも「進撃の巨人」も「宇宙戦艦ヤマト」も全て原作あるんだけどもまあそれ映画なんだから仕方がないよねと言いけで、まあ、言い方悪くすればぐちゃぐちゃに崩し出してしまったんですよね。でじゃあ今回ですのやつ何かっていうとですね「あのバックマン」何かっていうとですねやっぱこの「あえて外す」なんですよ。あえてて外しるるからですすね漫画に対敬意が まああのパンフレットを読んだら監督はですね自分は漫画ファンで漫画ファンだからこういうふうなことがやりたかったとかですねあのもう何十年間も漫画読んでたからそれ漫画ファンに対して裏切りできないみたいなことをいっぱい言ってるんですけれどもやってることはですね漫画的なリアリティが全然ない漫画的なリアリティのも変なんですけど例えばね今、ねブラック・ジャックって1970年代の漫画だからブラック・ジャックがですねピノコを。 看護婦にして、<laughs> いくら心の中は、まあ、30ぐらいのお姉さんだと言ってもですねあの幼稚園児みたいな体格の女の子が「先生ナイフとかあメスとかですね監視とか」って言っててブラック・ジャックがたった一人でですね まあ後半さすがに酸素テントの中に入りましたけどももう初期の頃はですね何もないようなところでじゃあいきなり回復だとか脳外科手術とかガンガンやってるわけですね。であれを今ドラマにするんだったらこれいくらなんでもリアリティないよっていうことでそれなりの手術のシーンっていうのを作るわけですねいくらその神がかった腕を持ってると言っても例えば「イリューとか読んでもですね「ブラック・ジャック」とか見ても あの手術というのはチームだとかいうのが分かってるから昔のような漫画的な表現ではなくて「リリアリティを持ってやらななきゃいけ爆満」はですねどこが画期的だったかと原作はどこが画期的だったかっていうと漫画を描くということに極限のリアリティを持ってきたんですねだから漫画道とかですねそれまでの漫画家漫画と違うのは漫画というのはいかにアシスタントによってなんか内容が変わってくるのかとかいかに編集者の助けが必要か。 アンケートによって振り回されているのはどういうことなのかアンケートが悪い時にテコ入れするのはどういうことなのかというのを漫画的なリアリティというのをダーッと入れているわけですねで、昔の日本の例えば裁判ものとかだったら法廷で弁護士がですね意義ありとかですねなんかいろいろかっこいいことやってるんですけど最近の法廷ものってですねちゃんと法廷のリアリティというのを持ってるわけですよね演説とか大演説とかしないわけなんですよそれぐらいリアリティというのをですね出すのは当たり前の なんですけども今回「バックマンはですねはリアリティがあるのはセットぐらいで,です、ね「<laughs> 少年ジャンプ」の編集部めちゃくちゃリアルなんですけども <laughs> なんとあの主人公お二人がです、ね「少年ジャンプ」で連載を始めてもアシスタントゼロというです、ね、<laughs> <laughs> とんでもない体制でそれも後半他の漫画家がです、ね、助けてくれてアシスタントやってくれてカラー原稿を入稿するというですね 映画的なクライマックスを作りたいがためにですね。アシスタントゼロのまま永遠ストーリーが進んでいくんです。で、ライバルになるですね。黒を描いてるニーズマンチだ。ありがとうございます。 ニーズマエイジは原作ででもアシュタント使ってないですよ原作でもそれは新妻永ジのような天才だからアシュタント使わないっていうメリハリがあるんですけれどもこの映画の中ではですね新妻永ジを含めですねもうほとんどの人がアシュタント使,って使わずに連載やってるから漫画ってすごいちょろいもんに見えてしまうんですねさっき言ったですね法廷ドラマとかですね 医療医学ドラマとかですね。刑事ドラマとかですね。そういう風うなものをですね。作る時の最低限のリアリティっていうのを守れなくなっちゃってるんですね。つまり映画として作るだから無理です。っていう言い方はあるんですよ。2時間だから無理です。映画だから無理ですっていう言い方はあるんですけど、だったら刑事ドラマとかどうなるんだよ。法廷ドラマとかどうなるんだよって思いますよね。他のドラマだったら当たり前のようにやってる。リアリティの部分っていうのを、この漫画はあ。この映画では全部すっ飛ばして。 で主人公たちの青春ものに置き換えてるそれが成功したのかっていうと青春ににするにしては絵が地味ひたすら主人公たちがテーブルで絵描いてるだけなのでもうしょうがないからクライマックスシーンあたりですね頭の中でですね原作と作画の2人がペンを持って新妻絵人ビュン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 戦いを挑んで新妻絵人の方が同じように自分のキャラクターとかで戦い返すっていうです、ね、不思議な絵になってしまってるんですけども。 まあなんかこう絵的に面白いかというと割と面白くなくてですね多分アイドル映画として見ればさっき話したアイドル映画の時代に戻っているんですねだからアイドル映画としてはすごくいい出来だと思います皆さんもあの映画ドットコムっいうあの評価サイトを見てください褒めてる人は本当に俳優主体の見方をしているんですねで俳優主体の見方をすれば出てるキャラクターはすごいねいい感じなんですけども漫画に対する尊厳っていうのが だから野球ドラマで野球に対する尊厳がない法廷ドラマで法廷に対する尊厳がないのと同じように俺これ致命的だと思うんですけどもなぜかこうオタクネタに関しては日本,は日本ではですね その元のジャンルに関する尊厳がなくてもですね誰も気にしないですねこれ本当に俺オタク差別だと思ってるんですけども料理ドラマとか料理映画作ったら料理監修がついて料理的にその部分があったら許さないし時代劇でも最新監修というのがつくじゃないですかでもこれに関してはそういう漫画的なここは外しちゃダメだろうという部分が全部外してですねでおまけにいやもうあのラストの辺まで行っちゃいますけどもクライマックスで あの小豆美穂裏切りやがるしね <laughs> あの事務所の人から恋愛禁止って言われたからあなたとはさよならみたいなことを言ってです <laughs> 振られてしまうっていうですね <laughs> いやそ,それはどうかなっていうかですねよくあの原作レイプっていう言い方ありましねあれ僕嫌いなんですよ原作はどうでもいいから面白い映画作ればいいじゃないかというかん考えなんですけども。 あの原作を踏み潰しといて映画が面白くないと本当に嫌なになっちゃうんですけど今回のやつはなんかその原作無視をがねそれに見合った面白さがあれば僕はファンは絶対に認めると思うんですけどもまあやっぱねスタッフのオナニーに近いような映画っていうのが時々あるじゃないですかねそういうのは原作を潰しちゃった上であんまりなんかいいものができないっていうふうなものになっちゃうんですよね。 アニメの映像化ジャンプが望んでいるような漫画やアニメのの映像化いいいうははですす。ね、ままあ難しいとは思いますこういう今回の「バックマンのようなアイドル映画はです、ね、俳優さんの,あの面白さ素晴らさっていうのを見せてくれるような映画にはなるんだけどもじゃあ漫画の面白さっていうのを出せるのかっていうとやっぱり「進撃の巨人」と「バックマン満」が2つ続けてちょっとダメだったやつですね。で、キセイジュは、 それをできるだけないように漫画っていうのをかなりトレースしてで2時間の枠があるんだから余計なキャラクターを少し整理するだけで作ってみたら割とねあの面白い映画としてできたんだけどもちょっとね映画屋さんがですねじゃあ漫画は漫画で置いておいて映画の面白さを追求しようっていうのはいやそんな程度で処理できるほど漫画って お前らの原作程度のもんじゃないぞっていうのがですね、えー、分かったというのがですね、今回のですね、あのー、実写爆満のです、ね、僕の教訓でありました。ヤマトの話しようか。あの、宇宙戦艦ヤマトの実写版、宇宙戦艦ヤマト見て、なんかね、ちょっとしんどかった。前から僕が邦画全体に感じている演技力の限界っていうのがあるんだよな。邦画の演技って気にならないそれは声優さんの演技とかも含めてなんだけども、大げさで、 分かりやすくしてるテレビの演技と映画の演技って違うって言われて,てテレビの演技っていうのは画角がこれぐらいフレームがこれぐらいで顔をアップにして分かるように自分の内面をセリフにして叫ぶと。なんでかっていううととテレビというのは 誰もが見てるものだから台所で洗い物をしてるお母さんが背中で聞いててもどんな話か分かるように作らなきゃいけないだから内面ととか思ってるることを全部セリフにするで対して映画っていうのは映画館に来てお金を払って座って集中して見ているから思ってることをセリフにして口に出さなくても絵で語ればいいっていうふうに言われたんだ映画ではそのセリフで語らせたら俳優が嫌な顔をするでテレビではセリフをちゃんと書けないとプロデューサーが雇ってくれないと言われたんだ。 テレビの台本っていうのはいかにかっこいいセリフが書けるのかが勝負セリフの切れ味が全てであって映画っていうのは映像が見えるようにシナリオを書くというのは全てである映画は論理力テレビはセリフ力っていうふうに言われたんだ宇宙戦艦ヤマト見たらなんかねヤマトの、ね、コックピット内のセリフがね変なんだよアニメの時から多分微妙に変だと思うけどアニメの時は記号だからさ気が付かないんだ 記号というのはどういう意味かっていうと、例えばガメラスのミサイル接近っていうのは、ガメラスのミサイルが接近っていう言葉を、意味を伝えればよくて、乗っかっている声っていうのはそれにほんの少しかかる演出みたいなもんなんだ。絵がフラットで情報量が少ないから、声も実はフラットで情報量が少なく、極端な声を張り上げている方がわかりやすい。それの組み合わせとか、モンタージュによって、アニメっていうのは作るべきもの。映画っていうのはそうじゃないから、逆に言えばセリフが聞こえにくいところもある。 ところが実写版のさヤマト見たらさもうセリフがアニメみたいというかテレビドラマみたいなんでね「ガミラスとミサイル接近します!」とか「もうこれで避けれません!」って言うんだけどさあの宇宙戦艦のブリッジであんなでかい声で叫び合ってたら何が起こってるか分かんないじゃん。 新幹線とか事故起こった時の,の映像とか見てもそうなんだけど、パニック状態になった時の人間というのは絶対に叫び合ったりしないんだよね。これどういうことだって隣の人間に相談したりするんだ。つまり、ガミラスのミサイルが接近した時に、ガミラスミサイル接近しますっていうようなことをパッと言えるんではなくて、ガミラスのミサイルじゃないのかっていうふうに思わず隣の人間に頼って聞きたくなってしまうのが人間の本性なんだよ。回避できない時に人間は回避できませんって叫ぶんではなくて、声が出なくなっちゃう。 だけなんだ地球最後の宇宙戦艦に乗り込むような軍人であれば回避できませんという結果を言うのではなくて速度とベクトルを言う。それによって回避できないというようなことを伝えるだって左何度からこの方向で速度これだけって言ったらそれを迂回する方法は何だろうない。その方が大事なんだ昔はナディア作ってる時にあセリフでさ「現状98%完成しています」 いいうのがあっってす,すごい嫌だったでアンコ君にいたことがあるんだ現状98%っていうのはありえないよと結果的に98%であって報告ではないと輸送計画ではここが滞ってるっていうふうなことを言わないと報告じゃないとそうじゃなくてまとめて何っていうのはすごいアニメ的漫画的な絶対そんなことを言わないっていうのを話して。 そこはなんかこう、安野くんも、うーんって聞くんだけども、でも絵になりませんねっていうふうに言われて、だからそこを絵にするのがおめえの仕事だよとかって言ったんだけど、やっぱそこはスルーされてしまう。仕事のリアリティっていうのは、伊丹十三って監督が昔いたんだけども、あの、丸さんの女作った人で、丸さんの女のね、一話、本当に名作だからさ、みんな見た方がいいよ。あれは空前絶後の映画だと思うんだけど、まあ、その伊丹十三が、サラリーマン映画だけは絶対に撮らないって言ったんだ。なんでかっていうと、役者にサラリーマンの演技はできない。 サラリーマンに限らず刑事とかの演技もできない。本音と建前しか人間にはないと思っていると。本音を叫び声で叫んで、建前を冷たい声で言うっていうのが演技だと思ってる。ドラマの演技ってなんか大体それでできてるんだけども、現場で働いている僕らっていうのは本音と建前なんじゃなくて、その間のさっき言った 隣のの人ににここれどううなのってていうふうに相談したりするるところでできてるえ宇宙要塞、あ、バワークーあたりか。兵隊が、おい、聞こえたか、うん、確かに聞こえたって言ったら、キシリアが、何の話であるか、戦闘中であるって言ったら、えー、グレートデギンの高深音が聞こえたような気が、みたいなことを報告するシーンがあるんだ。あんまりうまいシーンじゃないんだけど、富野さんがやりたかったのは、いかにその、サラリーマン的であって、どんな兵隊でも、そこにいる限りは上司に怒られたくないと思ってんだよな。 上司に怒られたくなくて自分の得点を増やしたいと思う。それが人間なんだよ。戦争だからといって勝ちたいとか死にたくないっていうのは窮地に追い込まれてもまだ思わないんだ。説教されたくないとか上官に怒られたくないと思って小さいミスをしてしまうのが人間の本質なんだ。その人間の本質に手が届く監督っていうのはすごい少ないしその本質を理解できて演技できる役者なんて本当にいないからだから伊丹十三はいやもう俺はサラリーマンなんか絶対に扱いませんよって言ってたんだよ。 ミサイル接近もう回避できませんっていうやつ。俺そういうセリフ燃えて好きなんだけども、なんかそういうのやってるとさ、なんかわーとか思っちゃって。SF ドラマの限界なのかなと思って、今日昼間、相棒ってドラマあるじゃん。あれの再放送を見たら、なんかでめっちゃ叫び演技してて、あ、相棒もそうですかと。日本人ってなんだろうな。芝居には向いてるけど、映画にあんまり向いてねえんだよなとか、思っちゃった。えー、推しはいいよ。うん、そうだよね。 あのね、押井さんはねもう俺あのパトレイバー見たんだけど呆れたという話しかなくてでこれひょっとしてなんだろうあの地雷踏んだかなというかみんな押井さんのパトレイバーの実写版に納得してるのかなと思っちゃったんですよ。で ところがこうツイッターでですね「おしいまもるのパトレーバーあれダメだわ」って言ってさあどうなるかなと思ったら別に荒れずにですね、えー、それどころかですねなんかこう伊藤和則さんっていうパトレーバーシリーズの、あのー、シナリオをずっと書いてる人が今回脚本もおしいさんなのねで、えー、もうおしいさんのパトレーバーに関してはもうなんかほっとくとかいうふうに言ってて俺たち何の相談もないしっていうふうに愚痴ってんだよね。なんでかっってていうと、パトレーバーーシリーズって一番最初の ななな。んだろう、クレジット画面なのかなあのいわゆる案件画面を見たら企画、えー、ヘッドギアって出てくる漫画でもねでも全部企画ヘッドギアって出てくるんだよ。でそのヘッドギアっていうのは何かっていうとパトレーバーを始める時に押井さんは後から参加したんだけど伊藤和則とかあと日浦公とか結城さ美とか、えー、泉淵君とかが合同で作ったプロジェクトチームなのね。でそこにまた押井さんも後で入ってきてこうヘッドギアチームの一つになった。 で今後パトレーバーやる時はこのヘッドギアでやろうっていうふうにな俺たちが一緒にやろうぜっていう青春の誓いみたいなのやってるんだけどもでおこの間のなんだろうあの例えば廃棄処理13号とかですねあのだそういうオリジナルビデオを作る時はちゃんと、えー、そのヘッドギアチームに賛成したらしいんだけどもあのあの賛成したというかまあ,あの交渉したらしいんだけども。 おしさん,、ね、なんかどうもヘッドギアチームに、えー、何も言わず黙ってゾクやってるらしいんだよね。でそれでもう伊藤さんが「拗ねてる」ってほどもないんだけどまああの人はもうああいう人だからしょうがないんじゃないのってんでお話に関しては「ちゃんとやってくださいよ」としか言いようがないみたいな感じで、えー、ツイッターでですねちょっとあのこぼしてるのを見てですね「ああなんか、うん、やっぱり元々のパトレーバー作った人たちって すごくきちんとしたお話を作ってるのねで。それを押井さんがだん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 私物化していく感じになっているのがやっぱなんかそのあんまりいい気持ちしないんだろうなというのが分かってですねあそうなんだなというふうに思いました、えー、日本が作る映画は日本映画です日本人の監督が作る日本を舞台とした映画は日本映画これ当たり前ですよね。 えー、イギリスは、が作る映画は英国映画。大体いいロンドンとかそういうふうなところが舞台で、まあたまにはマンチェスターが舞台だったり、スコットランドが舞台だったりしますけども、唯一例外があって、それはハリウッドという場所です。ハリウッドで作られる映画は世界映画なんですよ。ただ、ハリウッドが作る映画、あまりに幅広いからたまにですね、ローカルムービーというジャンルを生むことがあります。ローカルムービーの といいうのジャンンルの中には、ウディアーレンという人がいてです、ね、ニューヨークを舞台にした映画ばっかり撮ってる人がいるんですよね。でハリウッドが実は世界映画だと自分たちが思ってるからこその映画の撮り方なんですね。自分たちは世界映画だと思ってるからこそ日本の芸者を主人公にした芸者ガールっていう映画も撮るしあとあのなんだろうなモンゴルを舞台にした あの、チンギス・ハンという映画をよりにもよってジョン・ウェインを主演でネバダ・砂漠で撮るという無茶苦茶なこともするし、これは世界に我々は映画を輸出する輸出産業として世界映画というのを作ってるからっていうふうに思ってるわです。で、こういう映画を作ってるのは世界中ハリウッドただ一箇所です。で、えー、アメリカ映画をハリウッドは作ってないです。ウディ・アレンが作ってるのはアメリカですけれども、ハリウッドが作ってるのは世界映画を作ろうとしてます。 えー、なので,です、ねえー、ゴースト・イン・ザ・シェルもハリウッド製イコール世界映画として作られましたそれはです、ね、ハリウッドの人たちはそこはやっぱり目をつけるわけですねこれいけるぞとで何が足りないかハリウッド映画ではない世界映画ではないなんでかというとキャラが弱いからだと。違うんですよ。 おしいさんはキャラを弱くしたんですよ。わざわざ。面白くするために、おしい守る的な世界にするために、キャラをわざわざ弱くしたのに、スカレット・ヨハンソン版のゴースト・イン・ザ・シェルは、おお素晴らしいジャパニーズのアニメ見つけたよ。ゴースト・イン・ザ・シェル見てごらん。すげえだろ、すげえだろ、すげえだろ。たった一つ足りないものがあるね。なんだろ、うそれは強いキャラだよ。<laughs> <laughs> ハリウッドビューの強いキャラ足してみようっていうふうなことをやっちゃったのが、今回の大失敗なんですけれども。